はい、皆さんこんにちは。今日は創価学会物とね、いうことについて、創価ネットっていうね、創価学会の公式サイト、下にね URL を貼り付けておきますので、よく読んでみてください。こういうふうに書いてますね。初代会長、牧口丈三三郎先生と不二の弟子である第二代会長、戸田常成先生は、1930年11月18日に、創価学会を創立された。これはまあそうですね。創価学会は、大聖人のご有名である、世界候補を唯一実現していく物理仏直の、正当な教団である。日蓮大聖人の広大なる慈悲を対し、末法の娑婆世界において大法を具足しているのは、創価学会しかない。故に、戸田先生は、未来の経典に創価学会物と記されるであろうと断言されたのであると。こういうふうにね、戸田会長が、言ったそうなんですけどね、これ嘘なんですよ。これはね、池田大作さんがあなたたちのね、尊敬しておる、師匠ですよ。池田大作さんがね、でっち上げたことなんですよ、ずいぶん昔に。まるでですね、戸田会長が言ってるように書いてありますね。実はこの言葉はですね、池田大作さんが言ってるのです。こういうところがペテン教団ですね。以下ね、ちょっと読んでみますね。これはね、御書としてっていう本なんですよ。池田大作先生のね、書いた本なんですけども、このように書いてますね。戸田先生はこう語られたことがあります。ここでね、でっち上げてるんですよ。普通だったらですね、戸田先生はこう語られましたと、戸田常成全集の第何巻の何ページでこういうふうにございますでしょと言うべきなんですよね。言ってないんですよ。で、池田大作はですね、勝手にですね、法華経には異音能仏という仏が登場すると。この異音能という名もですね、優れた仏の名であったかもしれないし、またそういう教団があったとも考えることができると。同じように創価学会という教団は、必ず未来の経典に金文字で記される一円部大光線ルーという未来記を実現した創価学会物として、永遠に仰がれていくと。こういうふうに書いてますね。考えることができるということですか。要するに池田さんのですね、画研ということですね。またね、随筆人間世紀の光というところにね、こういうふうに言ってるんですよ。ある時、戸田先生は、ほら、これ始まりましたね。その創価の誉れを私に語ってくださった。語ってくださった。ただね、その音源とかね、そのね、文書を出しなさいとね、まず言っておきます。創価学会物、本来の経典には、高学会の名が記されぬのだよと、法華経の不行本に四能仏という名前の仏が登場する。実は、この仏は一代限りではないと。最初の四能仏の入滅後、次に現れた仏も四能仏と言った。そして、核のごとく次第に、二億の仏ありし、皆同一の号なりと。つまり二億もの仏がですね、皆同じ四能仏という名前でですね、超縁なる歳月、主情を救済してきたことが説かれているのだ。先生はこれは、四能仏の名を冠した組織、和合相談とは言えまいかと、鋭く洞察された。故に戸田先生は、もしも未来に仏が経典を作られるならば、大聖人に直結した高専堂水行の和合相談、創価学会に、
仏の名を、冠されることは当然であろうと断言されたのだと。とは言えまいか。これまた池田大作さんのがですね、画見ですね。そういうことなんですよ。皆さん、よく覚えておきなさい。学会の皆さん、今ここで聞いてる皆さん。創価学会物というのはですね、池田大作さんがですね、でっち上げたことなんですよ。嘘だ、池田先生に間違いがないとね、あなたおっしゃるならば、じゃあ、戸田先生がいつ、どこで、どの本で言われましたか？大幹部に聞いてみなさい。え？ってね、びっくりしますよ。で、本当に言われたんならば、戸田先生の音源を出してくださいと。戸田会長先生のね、御所講義とか言われたことは今、YouTube でどんどんアップされてますよね。創価学会物なんていつ言われました？なんかと言われてませんよね。戸田先生は言われましたって、これ池田大作さんが勝手に自分で言ってることなんですよ。こういうところがね、創価学会というところなんですよ。皆さん、本当にね、池田先生を信じてる方、本当にね、この、もう、最悪の悪党をですね、皆さんを洗脳してね、偽本尊を作って地獄に落とそうとしてる第六の天魔王ですよ、これは。ねえ、そんなこと言われると頭に来るかもわかりませんけど、事実でしょ？あなたたちの拝んでるご本尊というのは、日蓮聖宗の日観上人、江戸時代のね、日観上人、中興の祖ですよ。が、勝者最多本尊ですよ。そのご飯で、ほで第五本尊を従事しないと言ってるわけですね。そのね、ものの道理ということをね、よく考えてください。1たす1は2でしょ？1引く1は0でしょ？こういうふうに考えるんだけれども、あなたたちはそういうふうに思わないんですよ。洗脳されちゃってるから。完全にロボット化してるわけですね。本部の言いなり、創価学会物、ね、戸田先生がこう言われましたって、ああ、そうですかと、どこで言われたんですかって、支部長なり、本部長なり、あるいは信濃町とかね、私大阪ですけど、関西本部に連絡してね、どこで戸田先生はそういうふうにおっしゃったんですかって言ったらね、おそらく池田先生はこういうふうに言ってますよっつってね池田大作さんのねでっち上げの文章を出してきますよ。これは私はずっと調べたんですよ。また脱会した方もね、戸田会長全集今絶版になってるらしいですね。なんで絶版になったの？そんなこと言ってないからですよ。バレるから絶版にしちゃったわけですよ。でね、ヤフーオークションっていうのありますね。10巻全部揃えたらしいんですけども、全部中毒してね、端から端まで、創価学会物なんていうことはね、戸田先生は言っておられないんですよ。わかりましたか皆さん。洗脳されてたらダメですよ。あとなんか創価ネットで、御所講義のね、森永教学部長とか、前谷副教学部長とかね、何人もおられるみたいですね、この教学部の人が。この創価学会物っていうね、言葉をね、これ副教学部長だったかな、ちょっと名前忘れましたけども、一生懸命ね、創価学会物が、仏であるなんてね、こんなことを言ってたんですけどね、さすがね、ちょっとまずいのかなと思って、私名前忘れましたから、どの副教学部長だっけな、削除されてね、そこだけないんですよ。面白いと思いますね、皆さん。ね、そういうふうな、ことをやってるのはね、創価学会ということですよ。一時が万事ですね。そういうことです。創価学会物。素晴らしいですね。教団が仏なんてね、で、何、新しい法華経でもできるんですかね、4の仏が入った。そういうことでしょ？すべてインチキだっていうことですね。これはもう、邪衆というよりはもう、
インチキとペテン教団ということですね。ミノブとかね、以下ですよ、ミノブさん以下、その中にあなたたちはね、所属してね、池田先生万歳、池田先生万歳ってね、やってるんですよ。いい加減にね、気がつかれたらよろしいと思いますよ。以下ね、参考文献は私がね、でたらめに言ってるのではなくね、ちゃんとした文章をね、下に書いておきますから、ご自分でねお勉強したらですね、これは嘘だということがね分かってきますからね。そこら辺よく考えて、総学会やっぱりおかしいですねと感じた方はね、私大阪ですから遠慮なくねお電話ください。その際あなたの実名、そして住んでおられますところをですね、ちゃんとね正々堂々と名乗られてですねお電話ください。あとよくね、やはり後ろめたいんですがね、非通知で電話かけてくる方おられますね。非通知は私相手にしませんのでね、よろしくお願いいたします。今日はまあ以上にしておきましょう。とにかくこのねうさんくさいね新人というか教団ね、早くお辞めになってください。創価学会物なんて教団ね、教団をですね運営してるのは人間でしょ。日蓮召集つったって、日蓮召集の教団を運営してるのはトップは、今日蓮聖人教会ですよ、人間でしょ。教団が仏なんてどういうことなんですか。宗教法人法にのっとって教団ね、何々宗とありますけど、そっから人間取ったらどうなるんですか。何もないじゃないですか。そんなのものが仏様だと、あなた本当に信じてるんですかね。そこら辺をよくよく考えて、騙されないようにねしていただければ幸いです。今日は以上です。